ファンキートマトは1978年10月8日から1993年3月29日までテレビ神奈川で放送されていた音楽バラエティ番組略称ファントマ放送時間は毎週月曜日の19時20時45分番組開始当初は毎週日曜日20時20時55分に放送また 毎週金曜日20時1分21時24分、毎週月曜日19時30分20時59分の時期もあった。前身番組のタイトルはファンキートマト電力アイド90分、後にファントマ90、末期はファンキートマト QX となる。生放送番組、視聴者から電話で洋楽リクエスト曲を募る電力番組、スタジオの片隅に、 女性の電話オペレーターを多数配置し、リクエストを受け付け。番組開始当時としては、珍しい番組形態で、独立 UHF 局ならではの番組という声も聞かれた。TBK で放送されていた、トマトものと共に、音楽、バラエティに強い TBK のイメージを打ち出した番組の一つでもある。当時はまだ放送されることが少なかった。 洋楽ヒット曲のビデオクリップを中心に据えつつ洋楽やアーティストに関する情報も伝えていた。テレビメディアに生出演することがほとんどなかった海外の音楽関連アーティスト、映画関連アーティストが時折ゲストとしてプロモーションで来日した際の出演もあり、インタビューの他にも演奏や歌を歌うこともあった。 同じ TBK の別番組全米トップ40の内容をスポットで紹介するコーナーを中村真理が映画紹介のコーナーを斉藤博美がそれぞれ担当番組開始当初は明治製菓が同番組の筆頭スポンサーであったことから番組内で当時同社の主力商品のカールやチョコレート菓子の生コマーシャルも行われ司会者ゲストたちが商品を試食し 美味しいと褒めるのが毎回の流れ。音楽や映画情報だけでなく、若者向けのファッション化の文化や、サーフィンなどのスポーツ情報も織り込まれた。その後、1990年代に入り、番組のリニューアルが行われた。ヒットスポンサーがソニーに変わったこともあり、スタジオがそれまでの TV 系本社第一スタジオから東京都中央区銀座にある、 銀座ソニービル内に当時設けられていた。スタジオが横浜から東京都市にへと変更されたこともあって、さらに洋楽のアーティストがゲスト出演しやすい環境ともなった。また番組出演者も若返りが行われ、高木剛やチエコビューティー、森若香織や赤坂康彦なども後に、レギュラー出演すると同時に音楽とは直接関係のないバラエティーに富んだ企画が盛り込まれていった。 番組最終回まで視聴者から電話でリクエストを受け付けるという基本は踏襲し、事前収録での放送はせず、生放送を継続していた。ありがとうございます。